ヴィンテージベースボール、ヴィンテージベースボール、A、ヴィンテージベースボールは、主に、アメリカが死臭国において、全国的に同一の野球ルールで試合が行われるようになった19世紀後半、1860年代、または1880年代のルール、服装、用具などを使って行われる、復古的、回古的な野球。 試合は主に1850年代、1860年代、1880年代のルールやユニフォームが適用される。単に得点を競うだけでなく、南北戦争を再現してみせるように、当時の野球を再現する。選手は当時を思い起こさせるユニフォームを着用し、多くのチームが19世紀後期のユニフォームのレプリを着用している。 様式や審判の判定は19世紀のものを使用している。1880年代より以前から使われていたようにベースボールではなく通常はベースボールと記載される。アメリカ合衆国でプロ野球組織が設立、活動を初めて100年が経った1970年代後半から野球の始まった当時のルールと服装を再現した野球ゲームを行う動きが始まり、 1980年代に入りコの開古的な野球を楽しむクラブの活動が徐々に活発になっていった。ヴィンテージベースボールとしての最初の試合は、1980年にニューヨークのオールドベスページというところで、野球史愛好からの手によって1860年、当時のルールで試合が行われたのが最初であるとされる。その後1九9五年に、ヴィンテージベースボール協会、 ヴィンテージ・ベースボール・アソシエーションが設立され、加盟クラブ間での交流試合を手助けをするようになった。この組織では1860年代のルールをもとに、ゲームが行われている。また元ニューヨーク・ヤンキース等で投手として活躍した、ジム・バウトン、ジム・ボートンを、理事長とする、ヴィンテージ・ベースボール連盟、ヴィンテージ・ベースボール・フェデレーションは1880年代ルールを、もとに、 住民参加の町おこしも兼ねて各地でゲームを行っている。2004年7月3日にマサチューセッツ州のピッツフィールドで開かれたヴィンテージベースボールのイベントでは6000人もの観客が詰めかけた。ヴィンテージベースボール連盟等の資料によると、クラブは現在アメリカ合衆国全土とカナダ、オンタリオ州などに数百あると言われ、 中にはかつて19世紀にメジャーリーグベースボール、加盟していたチームと同じフランチャイズで、同名を名乗って活動しているクラブも見られる。例、ニューヨークミューチュアルズ、プロビデンスグレーズ、ハートフォードダークブルース等。なお、ヴィンテージベースボールの綴りは、19世紀当時のそれに、習って、ベースと、ボールを、別々の単語で書くのが正しい記述だそうである。また、日本においても、 松山市など各地で古式野球が行われている。ルールは当時と全く同じというわけではなく、現代の試合とヴィンテージベースボールの間には、いくつかの違いがある。1880年代と同様、バッター、またはストライカーを考慮して、下投げで投げられる。フェンスのない野原で行われることが多く、樹木や建造物など障害物が試合に影響することがある。 主なルールとしては、ワンバウンドが許されていることである。グローブがなく、ボールをキャッチするのが困難であるため下手投げをするが、下手投げ及びその他のルールは、英国式野球と似ている。当時の詳細な資料が少ないため、研究者、ヴィンテージ、ボーリスト、現代の野球選手が、どのように試合が行われていたのかを検証した。しかしどれくらいの頻度で盗塁していたか、滑り込みは、 いつ広まったか、打者がどのようにバットを握り振ったか、審判の権限はどこまでか、選手がフィールド内でどのように振る舞っていたの、現在も議論は続いている。唯一確かなのはスポーツマンシップに則っ,って試合が行われたことである。たとえ相手チームであっても良いプレーをした場合は、称賛し、ベースを踏む際は審判に合図をし、 いかなる対戦結果でも相手チームなどへの敬意を払うなど、現代のヴィンテージボーリストもこれを守っている。礼儀やスポーツマンシップを遵守することは、真摯のスポーツと考えられていた初期の野球を継承することである。1870年代、プロ野球に移行していき、金銭がモチベーションとなっていき、19世紀の試合は、勝つためのラフプレーや騙しを行い、一人しかいない。 審判に誤魔化すようになってしまった。ヴィンテージベースボール協会は、ヴィンテージボールクラブの国際組織であり、会議、出版、告知、メーリングリスト、教育、また、アメリカやカナダのリーグ、クラブ、トーナメント間の連携、関連活動を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。